さん、こんにちは。ジュラシックワダライブ同盟チャンピオンシップのトーナメントですね。今日は限定 DNA トーナメントなんですよね。で、ソノラサウルスがゲットできるチャンスですから、これはね、なんとかやっておきたいとこなんですけど、まあ、今回のですね、ルールはエピック限定で、しかも非ハイブリッド種限定ということになっていますね。ということで、これデフォルトだとこれが選ばれてるんですけど、さあ、ちょっと変えていきたいとこなんですが、まずね、ケブカサイはちょっといりますよね。抗体唾液でいるですね。あと、ブラキオは、これ、体力があってですね、移動速度の耐性持ってるので、結構いけると思います。そして、ルリコサウルスはスピードが速いので、この辺も必要でしょう。さらには、マイアサウラは、これは、とにかくですね、1520ぐらいですね、1回で倒す可能性があるということで、これは必須かなという気がします。あと、アロサウルスですね。アロサウルスは、はい、とにかくパワーがあるので、ちょっと1回耐えることができれば、なんとかなるかもしれないので、これ必要でしょう。あとは、バリオニクスを出すのか、あとね、どれもね、あれなんですけど、そうですね、この辺でダルビノぐらい出して、その継続ダメージを打っていくっていうのもね、まあ、こういう手もあるかなという気はするんですが、あと、スピノサウルスも同じですね。これは逃げれないので、一回とにかく打って、継続ダメージ打てれば、まあいいかなっていう気もするんだけど、あとね、ちょっと大したのがないんで、まあ、ブルーを出していって、いきなり打って1520取るという方法もあるんだけど、ただ体力ないからね、とにかくね、牽制かけたとしてもかなりきついので、まあでもブルーを出すかどうかですよね。それを出すぐらいなら、継続ダメージとかの方が使えるのかなという気はするんだけどね、2ターン有効で。はい、これ1ターン耐えられれば、はい、逃げれます。あ、遅延1かダメだね。スピノサウルスもね、これ11なんでね、スピノサウルスを出していくという手もあるんだけど、でも意外にこれの方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。まあ、バリオニクスよりはいいと思います。アランカとかもいいんだけど、ちょっとね、まあ、ここは、とにかくね、倒すのはですね、こういうちょっとね、姑息な手段でしか勝てないので、まあ、こんな感じでしょうかね。はい、ではこれでいってましょう。はい、このアカウントの場合はとにかくですね、まあ、10体倒すということを目的なので、勝たなくてもいいんですね。とにかく10倒すと。そのためにはとにかくですね、確実に1個ずつ倒していくっていうことが大事かなっていうことで、こんなラインナップでやっていきたいと思います。さあ、ではですね、早速なんですが、バトルの方に進んでみたいと思いますけど、はい、これは、はい、どこから出すかな。まあ、ブラキオから出していく人が多いのかな。ブラキオから出していきましょう。ブラキオ対決になる可能性があるんですけどね。はい、アティラノ来ますか。さあ、これで一応先制取れているから打っていきますけど、ただこれ、もうちょっとね、勝ち目ないですよね。これ、次のターンで、これ結構きついんだ。で、次打ってもですね、倒しきれないので、はい、ここで、どうなんだろうな、倒しきれないけど、まあ、ここで、早いの持っているから、1個倒していけばいいと思うんですよね。次、これで、仮に倒せなかったとしても、はい、746なので、ここで倒していけばいいかなと思います。ここで、はい、これよりも早いティラノを出していけばいいんじゃないか。さあ、ここで変えてくると思うんですが、はい、変えてきますね。ケブカサイの抗体だけを使ってくるという手ですね。で、これでスタンがかかると、タチが悪いんですが、はい、そうするとね、次のターンで2200だとやられちゃうのかな。あ、耐えられる？耐えられれば、もう打てるだけ打っておいて、はい、なんとか耐えられれば、打てるだけ打っておいて、はい、ここまで削った状態で、はい、ここでケブカサイで逆に取りに行きましょうと。まあ、これとにかくね、1個取ることが大事だから、はい、これでこっちが先ですから、OK。さあ、これで2個目を取りに行きたいとこですが、まあ、できればね、2体ぐらい倒した方が効率いいんでね。エルリコさんですか。
さあこれはスピードを落としていくしかないでしょう。向こうはねここで牽制打ってくると賢い、2倍使わないですね。牽制打っていった方がいいと思いますけど、あ2倍使っちゃったらね多分ダメなんだよね。これスピード落とされちゃうから、はい、そうやってくれると助かる。はい、そうすると次のターンで倒せると思うので、交代してくるか。はい、ディプロドクスに変えてくる。さあここで、はい、スロー打ってきますか。はい、ここで、はい、シールドを打っておいたら一応なんとか耐えれるかなと思うんですけど、さあここはこれ耐性持ってるよね。移動速度 50% か、 50% なんでうまくスピードが落ちてくれるとラッキーだな。シールド破ってくるよね。これ破ってくるとやられちゃうのかな。耐えた。さあここで、はい、なんとか打っていって、はい、スピードが落ちなかったらもうこれきついですね。これだときつい。さあここで、はい、一応無敵化とか貼ってみますが、まあまあちょっとあんまりこんな無駄なことをして時間使ってもしょうがないんですけどね。はい、しょうがないんですが、はい、どっちにしろ次のターンでやられちゃうんでね。はい、ここでさあ2519だとちょっと1回じゃ倒しきれないので、はい、これだと倒しきれないでしょ。だからここで向こうねスピード落としてくるんで牽制打っておいてどのぐらいこれで逃げられるかだよね。うん、これでなんとか逃げられるんだけど、牽制かかってるけどちょっとさすがに無理だと思うんだよね。シールド貼ってくると思うんでさすがに無理だと思うんだけど、強靭打ってくれたか。これだとダメだね。はい、これはしょうがないですね。まあこれ今ね1個しか取れなかったのはちょっと痛いですね。まあねしょうがないんですよね。もうとにかく強いの持っていないので、レベルが勝てなかったりねするともうどうしようもないんですけど、まあやっていくしかないですね。さあこれはちょっといろいろできそうです。あのブラキを出してくれると助かるんだけど、ティラノ来ますか。ティラノ来てもねこれだと1回でやられちゃうんでね、2200だと1回でやれちゃうでしょ。ギリ耐えられるのか。ギリ耐えられそうなので、クリティカルが出なければギリ耐えられそうなので、クリティカル出たね。クリティカル出るとダメだね。さあただまあ2000まで落としとけば、まあ、とにかく1個取っていけばいいと思いますので、はい、さすがに帰ってこないだろう。交代だけ来ない。よし、1個取れれば OK。 さあこれで次のターンで、はい、ケブカサイトの組み合わせでうまく1体倒せれば理想なんだけど、ブルー、はい、ブルーはこれより早いので、1759だから、スピードを上げていけばいいんじゃないかな。これなんとか耐えれれば、はい、スピードを上げていけば、はい、次のターンで、はい、こっち側が先手取れるので、まあ、ここで交代打撃を使っていってもいいと思いますけどね。ただここは狙った方がいいかな。交代打撃使ってくるかな向こうが。そうね、はい、ここでとにかく削っておいて、はい、ここまで削れれば1398か、これだといくついけるんだ、1119か、ちょっときついね。ただここはまあ行く価値はあるでしょうね。もうちょっと削りたかったですけど、はい、これスタンがかかると嬉しいんですが、スタンかかるのかなこいつって。 75% あ、かかりましたね。はい、かかってくれると、はい、こっち側が打っていけばおそらく向こう復活かけてくると思うんですが、復活かけても、はい、なんとかなるような気がします。まあスピード落とされてなければですね。はい、もう一回これでスピード落としていけばこっち側が先手取れているので、はい、これでスピード落としていけば、
はい、いいかなと思うんですけど、さあここで、はい、もう一回ですね、はい、こっち側もシールド貼っていきますよと。いやもうね、亀出てくると厄介ですね。はい、コート上げしてくる。はい、ここでまず1個打っておいて、で次のターンで向こうが、はい、打ってくるんだけど、1ターン耐えられれば、はい、次のターンで倒せるのでこれでいいでしょう。 OKOK、 2つ取れました。さあこれで、はい、ブルー来ますが、ブルーに対して、はい、1ターン耐えれれば OK なので、はい、これ一回耐えてですね、はい、シールドを貼っていきますよと。はい、シールドを貼っておいて、で次これ取っていけばいいかなと思いますね。お、逃避行来た。はい、ここは、はい、回避を外しての、はい、 OK ですね。はい、ということで、いや3つ取れたの大きいですね。はい、勝つことできました。これで4つですね。はい、これはなんかまともに勝負した感ありますけど、はい、よく勝てた。はい、ではまたやっていきましょう。これで4体かな。さあではまたやっていきますよ。はい、次のメンバー頑張ってくださいね。さあここまで来ればですね、まあだいぶ今の大きいですね、3つ取れたのはね。さあ毛深祭、大活躍してますね。毛深祭ね、あの保護区に置いてることが多いんでね、あの結構出せない人もいるかと思うんですけど、さあこれもいろいろできそうですが、セコドントがどのぐらい活躍してくれるかにかかってますが、ピロラプトル来るか。さあこれは1ターン耐えられそうなので、はい、打っておいての毛深祭でいいと思いますね。はい、ここで削れるだけ削っておいての、どのぐらい削れる、あ、ここだけ削れれば OK ですね。はい、これで OK です。さあ毛深祭でとにかく1個取っていきますと。これで OK ですね。さあこれで3、4、5体倒しました。このメンバーだったらあと1体ぐらいは倒せた方が、いいかなと思いますけど、ティラノ来ますか。はい、ここでどうしようかな。はい、次の1ターンで、はい、倒されると結構きついんですが、なんとか耐えれれば、はい、ここで、はい、とにかくまあ削っていきましょうと。あ、これで削れれば OK ですね。さあこれで、はい、560になりましたので、これより早いの出していけばいいと思うので、まあいろいろできそうですが、はい、ブラキオでいいんじゃないかなと思いますね。交代打撃でやってこられるのがちょっと厄介なので、はい、ここはまずはですね、取っていきたいとこですが、はい、さあこれで2つ取っておけばシールドも張ってるし、ちょっと楽な展開になりましたが、はい、モノロホさん来ましたね。さあこれは、はい、とにかくスピードを落としていきましょうと。はい、 OK ですね。さあこれに対して、はい、戦場妨害打ってのスピードを落としてくると向こうは嫌です。はい、さあこれでどうする。さあこれでもう一回シールド貼っていけばいいんじゃないかと思うんだけど、はい、いや本当にな、何が眠いだよね。眠い中出してる余裕ねえだろうって感じだけど、はい、勝つことできましたね。これ大きいですね。はい、次ね、勝ったらなんとね、4戦で終わっちゃうことになるんだけど、さすがにそんなに甘くはないと思いますけど、さあまあね、でも大きいですね。7までいったからだいぶ楽になりました。さあここでやっていきましょうか。また組み合わせですよね。どうなるかですけど、あ、スピノ出ましたね。スピノ出たらとにかくスピノで削っていきたいので、まず出します。さあ相手が何出るかによるんだけど、エルリコか、これ1回でやられちゃうのかな。
2089だから1回でやられちゃうんだね。こうなるともうちょっとどうしようもない感じだね。これはきつい、これはきつい。はい、これはしょうがないですね。さあここはブラキを出してですね、はい、とにかくここでハイスピードを落としていった方がいいでしょう。さあ向こうは牽制、スピード上げてもねこっち側が半分にするからハイスピードが逆転するので、移動速度もこれ止まっちゃうんだね。これでいいと思うんですが、さあどうするかな。あ、1個取らせてくれる。いや大きいな、これ 8個になりましたね。大きいですね。これで8個ですからあと2個ですね。さあどうやってやっていくかなんですけど、あ、ブラキを切りますか。これスピード一緒なので、はい、こっち側がですね先に打てればいいんですけど、はい、先にまずはシールドを貼っていきましょうと。はい、向こうは打ってくるんだけど、これに対してシールド貼ってこなかったからこっち側がもう一回打てるとかなり楽ですね。はい、これ今度こっち側が打てるのはこれしか打てない。強靭化が向こう打ってくるけど、これ耐えられれば、はい、こっちが早かったかな。よし、さあこれでもう一回削っておいて、これでもう一回強靭化が打てればいいと思うんだけど、さあこれは打ち合いになってきましたね。さあこれ勝負ですよ。さあもう一回こっち側が、はい、先手取れましたので、はい、これは今度は向こうの攻撃に対してはこれ耐えれると思うんですが、はい、ここに対して、はい、打てるかどうかですね。はい、一応先手取れましたので、はい、ここでもう一回シールドを貼っていきますが、さあ向こうはこれで強靭に対してこれで耐えられるので、さあ次の攻撃でこっち側がですね先に打てれば、よし、どうも早押しは勝ったっぽいですね。あー、これで毛深祭か。これでも微妙だな。このスタンがかからなければなんとかなるんだけど、スタンかかるか。はい、ただ先手取れているから、まあ、これはもう削るだけ削っていけばいいかなと思いますね。よし、よしよし、ここまで削れれば OK です。さあ、はい、なかなかの試合でしたが、これどっちが行った方がいいのかな。1679、これ1回で倒せるね。こっち側も1回で倒せるね。そしたら、はい、ティラノ行った方がいいだろう。さあこれで、はい、とにかく、はい、無敵かなんか効かないのに、これ損したね。これは痛いよ。これやったら次こっち側が2倍が 1.5 だっけある状態なので、かなりきついと思うけどな。これきついだろ。どうするんだ、勝てないでしょ。はい、勝てましたね。いや大きいね、これ、これは大きいですね。はい、これでなんと勝って10体倒すことができましたので、これでクリアということになりますね。いや、こんなメンツでも勝てるんですね。ちょっとマイアサウラで出せなかったのがちょっと残念ですけど、はい、じゃあ一応確認しましょうか。はい、これで10体倒したことが確認できましたので、はい、ここまでということになります。はい、ありがとうございました。ではまた明日。